はい、こんにちは。こんにちは。本日のゲストは伊達下こと下館夏樹さん。はーい、よろしくお願いします。わしょーい。元気いっぱいですね。はい、元気リリン。ほぼほぼ30分しか寝てないんでしょ。そう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 。でもね、さっきね、30分とね、3時間まるまるっとね、頑張って睡眠をとったんで、よ、うん、なんとか3時間半です。よかったです。はい、今日朝お掃除もしてきたんだもんね。そう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 、原宿をね、きれいきれいにしてきました、うん、でもきれいきれいにしてるときは心がスーってなるんですけど、でもその瞬間にこのゴミを捨てたやつ誰だっていう感じでね、ちょっと怒りも出てきます。なるほど、はい、怒っちゃうよね。プンプン。お腹すいた。いや、もうペコペコです。あ、よかった。障子丸の向かいにアカラっていう立ち飲み居酒屋さんがあるんですよ。おうおう。 でそこが神田のね、カレーワングランプリって大きなカレー祭りがあるんだけど、うん、そこにも出店しているカレー屋さんでもあるんですね。へー、じゃあもう美味しいしかないじゃないですか。もう出店してる自信満々のカレー屋、カレーね、カレー屋さんじゃないのにカレーすごい。そう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 。下館さんの今お店のテーマソング作りますって動画見て、うん、わ、食レポも超うまいなと思って。嘘。ちょっとせっかくなんで、ちょっとじゃあオープンしましょうよ。やったー、オープン。じゃ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 、うわおー、彩りがカラフル。このさ、カレーってさ、結構茶色、抹茶色っていうイメージで、こんなにカラフル、ね、赤、黄色、緑入ってます。私のはね、いいレポートしますね、うん、じゃあ私は女子に人気のコールスローのカレーをいただくわけですね。そうです。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。カレーのルーがもっとこのさらってしてるのかなと思ったら、中に多分お肉とかがすごい詰まってるから、なんかルーにめちゃめちゃ溶け込んでて、すべてがね、食材って感じ。水気があんまなくてね、ルーにめっちゃ金かかってる。これ食材がたくさん入ってるんだな。このこれめちゃめちゃ高級なカレーやって思いました。いや、さすがだな。な、何時間でも喋ってられそうだもんね、この リポートをね。うまっ。あー、美味しかったね。美味しかったです。幸せ。よかった。もう今日はもう宣伝しに来たってことですよね。いいんですか、率直に。もう率直に、もうそれをまず一番に言った方がいいと思うんだよ。下館夏樹、2022年1月26日水曜日に渋谷クラブクワトロで弾き語りワンマンをやりますよ。はい。過去のね、動員数が70人なのに500人目標でやるという、なんとみんなから無謀なチャレンジをするんだって言われるんですけど、うん、まあでも結構ね、周りでね、200人規模のワンマンにチャレンジする人は何人もいて、当たり前のやり方をやりたくなかったんですよね。ぶっ飛びたかったんですよね。そこは無理なんじゃないって思われるところを行きたかったっていう、それを無理じゃないぞ、やってやるっていうところの決意で決めました。かっこいいと思う。なんかほら、ライブハウスでさ、はい、まずはこの箱埋めてからでしょ。そう言われちゃう。言われちゃうじゃん。言われちゃう。もうその時代終わったと思うんだよ、私。あ、確かに。アーティストだってアホほどいるしさ、ライブだって毎日全国でアホほどやってるじゃん、うんうん、そこでどんだけ目に留めてもらえるかだと思うの。うわー、確かに本当そうです。伊達下がさ、そのさ、尊敬しているザ・大丈夫がね、リキッドルーム、まず無謀な挑戦だったじゃん。そう、そう、あ、かっこよかったな、あれも。それがかっこいいじゃん、うん、なんかその無謀だけど、うん、何の根拠もないけど、うん、なんとかしてやるってそこに向かうこの話題性みたいな、うんうんうん、今注目されるのにとてもいいやり方だと思う。確かに私もその大丈夫ズさんのリキッドのポスター見た時に刺さるなと思ったのが、何人か忘れちゃったんですけど、ワンマンで100人ぐらいだったのかな、だけど900人目指しますって書いてたんですよ、ポスターに。え、これ無理じゃないかなって思いつつも、でもうわ、どうなるんだろう、見てみたいって思ったんですよね、そのポスター見て。いや、まさしくだからさ、私もちゃんと出会った人たちが、うん、なんとかせないかんとか、あとこの子を助けたいとか応援したいっていう思い、みんな芽生えてると思うんだよ。嬉しい。私も今日もうまんまとその一人で、あと YouTube でね、ワンマンを発表して、そのために準備が大変なんで、うん、生活費もう稼げませんって言い切って、そのためにまず
宝くじを買いますっていう動画を出して、あ、やってんな、こいつと思ってさ。あのね、でもね、それもね、あのね、占いにね、宝くじやったら当たるかもしれないって書いてたから、1万3000円分買って、なんと当たったのが、700円。そんで、その宝くじがさ、外れましたって言って、その後さ、借金しますって言ってさ、そう。金融高校に電話するところから、自分でドキュメントでね、もうなんかね、応援したくなるよ。この子が満員のクワトロでワンマンライブやってるの見たいって思う。いやー、死ぬほど嬉しいです。そんで、でさ、その後にさ、展開がちゃんと面白くって、誰かにイベンターさん通さないのって言われたんだよね。そうなんです、そうなんです。そういうやり方をするんだ本来はって気がついて、そこにでもさ、すごい人たちが寄ってきたじゃん。そうなのよ。ちょっと教えてそれ。うん、あのね、クワトロのことをそうやって言ってたらね、まずね、あのもう閉店してしまったんですけど、六本木の毛布東京の社長やってた方が、まあ、私がその上京してきた頃に最初すごい毛布さんお世話になったんですよ。でそういうのもあって、ずっと伊達志摩の活動を見てくれてて、応援するって言ってくれて、俺がクワトロ借りるよぐらいまで言ってくれて、一応なんかもう毛布さんがもうなくなっちゃったから工事になっちゃうんですよね。申し訳ないです、ちょっと違うやり方にしますってまず言っちゃったんですけど、その毛布の阿部さんがこうやって紹介してくれた縁もあって、あの渋谷テイクオフセブンさん、私に一目会った時に歌も聞いてないんですけど、私もいいね、応援するって言ってくださって歌聞いてないのに。そう、私もすごい、あ、歌聞いてないけど大丈夫ですかって聞きました、一応。あのでもちゃんと自信はあります、自信はあるんで、こちらは大丈夫ですけど、大丈夫ですかって一応ちゃんと聞きましたでも1年なかったら結構その大変だから、2年かけてクワトロやるんだったら、あのテイクオフセブンが借りてあげるよって言ってくれまして、ただ伊達志摩やっぱりもうその時点ではもうあらゆる媒体に2022年1月にやるって言っちゃってたんで、テイクオフセブンさん、すいません、ただ手伝ってほしいですって言って、まあ結局ね、この2つはごめんなさいしたんですけど、最終的に決めたネクストロードさんっていう、ここのイベンターさん、クワトロイベンターさんどうしようって言ってる話を聞きつけて、この3社3組がこうやって動いてくれて、もうこのお話以前に、下北沢ろくでもない夜というライブハウスは、まずクワトロを伊達志摩やるぞっていう気にさせてくれた箱だから、今名前ここには出してなかったけど、すごく関わってる、ずっとその前から関わっている箱なんですね。なので今この4つですね、4つの選択肢もあったし、だけどそれをなんかあの1本にしないで、皆さん関わってくださいっていう風にしました。ロクヨルさんだったらその時に音響を頼む、あとテイクオフセブンさんは映像を頼む、でイベンターさんはそのなんかチケットのやり取りとかをいう感じになりました。いや、こんだけね、やっぱね、人が助けたくなるっていう歌も聞いてないのそう、そこはちょっと、ね、歌聞いた時にね、違うなって思った時のこっちがね、どうしようってなっちゃうんで。いやでもね、わかるよ、あのね、あの歌を聞いて、たとえどんだけひっくり返ったとしても、この方ならばなんか応援したいっていう、もうなんか凌駕した人の良さが出ちゃってんだよね、きっと。嬉しすぎる。天然記念物だと思う。ちょっと今いろいろやりすぎてるじゃん。そうです。まずさ、そのさ、シングルを売り切るのが先だったの、ワンマンよりも。これはですね、正直、あのクワトロをやるっていうのが一番最初に決めてて、これコロナ前から決めてたんですけど、でそれにしては1年間でやるんだったら1500枚ぐらい売ってないと500人来ないだろうなと、なんとなく思ったんです。ざっくばらんにこう思った発想を、その1500枚っていう数字をちゃんと生きたものにするってなった時に、やっぱアルバム作るのに100万ぐらいかかるし、 MV で40とか50万ぐらいかかるなっていうので、じゃあ1年かけてアルバムを作るお金を作ろうって、ね、ごめんね、やりづらかったね、全然思ったんです。それでね、あのクワトロに向けてそのアルバムを作るお金を作って、クワトロでは発表できないんだけど、そのアルバムはなんとなく1年同じ感じで2つ目標を持って進みたいなっていうのはありました。メインはでももちろんやっぱクワトロのためのその CD だったりするんで、結局は
そのクワトロが一番なんだけれども、なんかあと人と違うことをしたいっていうのがあるんで、みんな1年間で1000枚にチャレンジする人がいても1500枚チャレンジはなかなかしてる人がいなかったんで、やっぱりこう人と同じのが嫌だなって思って1500枚にしたという。そんで今現状1422枚です。残り険しい道のりですね。なかなかです。しかもあの緊急事態宣言中には路上ライブ出たりしていないので、そうだよね、やっぱ3ヶ月出れなかったっていう、ちょっと自分の中ではまず計画通りに行っていないのがあって、うんうん、まあ、その代わりにその3ヶ月の期間を配信をやってみたりで、ネット注文で売れたものもあるんですけど、やっぱりどうしても路上とかやってた方がね、飛び立ちますよね、CD ちゃんは。その路上でさ、チケットも売れてんの、うん、やっぱりなかなかあの新規の方には羽ばたかなくて、やっぱもともと知ってくださってる方がチケットを買ってくれるっていうのはあるんですけど、うん、クワトロ行きますってでも言ってくれてる人はすごい多いんですよ。来てくれて、その時に行きますっていう気持ちが来年まで持ってるかどうかっていうのは、やっぱ私がどんだけ活動してその活動を見てもらえるかなっていうのはあるので、頑張らなきゃですね。頑張らなきゃですね、うん、でも楽しいです。それならよかった。はい、いや楽しそうなんだよね、なんか幸せそうなんだよね、うん、そう楽しくて幸せで、だって届かないかもしれないけど絶対そこに向かって絶対届く、絶対やるって決めてる方が楽しいですね。やっぱりこうなんか無茶なことをしたザ・大丈夫さんとかをかっこいいって思うように、やっぱりこういえなんでそんな数字にしたのって思うことを一生懸命やる方がかっこいいし、なんかキラキラしてるなっていう旗から見ても思うから、大きなこと言ってる感じです私は。いいと思う、かっこいいと思う。おじさんたちも今のでいくらか振り込んでくれるんじゃない口座出しちゃえ一応ね、寄付はね、ま、路上やったら投げ銭は受付をしてますが、ここがね自分の良くないところでもあるなと思うんですけど、あんまり甘えようとしてないところがあって、なんかクラファンとかもみんなにやればいいじゃんって言われるんですけど、なんか自分のアルバム作る CD 作るお金をクラファンしようという気には全くならないっていう、なんか自分で CD 売ってその売り上げで CD また作ればいいって思っちゃうんですよね。心が美しいんだな、めちゃくちゃ。いやいやいや素晴らしいね。いや褒められるほどではないんですわ、私は、うん、確かにさ、自分でさこうなんか意外とさウェーってやってるけどさ、うん、ちゃんとしっかり考えてさ客観的に見てる部分もあってさ、この間バイトしてもらったこと言っていいの？うん、もちろん。めっちゃ仕事できるんですよ。嬉しい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 。私すぐ松野さんに勤務30分ぐらいで、こいつめちゃめちゃ働けるんですけどってメッセンジャーしちゃったくらいもうね、気が利きまくる。いや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 、すごい見てるんですよ。だからあこの人今苦しんでるなとかさ、あここが足りてないなとか、もうかゆいところに手が届きまくる。この音楽の場で働かせてもらえるっていうことがまず勉強になるんで、勉強しながらお金もらえるってすごいことじゃないですか。だから時給もらえてることがすごいことなんで、ありがとうございます。このさ、もう今全国に働いてるさライブハウスのさミュージシャンたちに聞かせたかったね。嬉しいです。あと絶対今めちゃくちゃ貧乏なんだろうけど、貧乏臭くないんだよね。確かにね私も思いますわ自分で、うん、貧乏臭くない、それ大事だよ。本当にお金ね全く使わないんですけど、洋服も古着がね好きだったりするんでね、1ヶ月なるべく多くても15万超えないように生活してるんですよ、家賃含め。家賃ちなみにいくら？5万4500円です。で携帯代もね、うん、払ってますね。ね、であちこちライブ行くし交通費結構かかるでしょ。そうなかなかカツカツキリキリで。そうですそうです。冷蔵庫何入ってんの？納豆と、あでも卵はねやっぱり栄養素たっぷりなんでね入れるようにしてますね。味噌汁もね、あの味噌汁大事ですね。味噌汁、納豆、日本食ですね。あでも住職みたいな暮らしをしてるよねでもほらちゃんと白いご飯とかもあるし、で今あの私はね週1回ぐらいはお弁当の配達のバイトをしてて、そのバイト先は余ったらね持って帰れたりするんで、やっぱ助かってる部分はありますよ。絶対助けてくれる人いっぱい出てくると思うよね。嬉しいな。おじさんいくら出す
もうもうもうお気持ちが嬉しいです、本当に本当に、まあ、こういうとこですよ、本当にお気持ちが嬉しいですって言えちゃう、素晴らしいですね。いや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 、パトロンみたいなやつついたことないの？ないですね。パトロンですか。私結構やっぱね側強いんでね、なんかね枕営業とかできないです。えらい。あのバイト先は居酒屋とか最初働いてたんですけど、あの音楽でバイトしたいと思った時にショーパブがあって、六本木のショーパブで働いた時になんか結構やっぱ六本木なんで、なんかそのキスとかねお客さんとしてる人とかもね、やっぱそういうのとか、あと枕営業とかできないとそんなの芸能関係でうまくいかないのよとか言われたんですけど、いや絶対間違ってると思って、なんかねもう一切ねそういうのはね違うと思って跳ね返してきましたので、はい、素晴らしい。でも需要がないかもしれないですけど。なんで今こうしたの？やっぱね、芯がしっかりしてるから。でも弟ホストなんでしょ？そうですそうですそうです。弟ちゃんがね、あのなんとねナンバーワンのホストを経て今代表取締役をね。あ、すごいじゃん。すごいんです、頑張ってるんです。そのさ、弟にはこういう相談してないの？クワトロやるんだけどって。してないんですけど、一応そのさっき言ったミュージックアップスっていうフリーマガジン発行された時のリンクとか読んでって言って送って、読んだか読んでないか分かんないですけど、読んでたら内容分かってますよね。何も言ってこないけど、あのね一個気になってるのはさ、うん、必ず動画にさ英語字幕入れてるじゃん。うん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 、あれはなんで？うんうん、あれはね YouTube のフォロワーの方が海外の方の方が多いっていう、毎日絶対見てくれるレックスっていう、うん、イギリスの方がいてコメントしてくれるんだけど、その方があの日本語わかんないからあの英文欲しいっていう風にリクエストしてくれて、それやってたら海外の方のコメントとかも増えたり、海外でも活動したいってのもあるし、やっぱその応援してくれてる人が現にいるから、あと台湾にもいるんですけど、なんかその人たちも楽しめるようにしたい、すごいなっていう風に思って、たった一人のさレックスのために英語字幕つけたわけでしょ。でもレックス毎日コメントくれるんですよ、本当私のを見てくれて。そう、こういうことだと思うんだよ。この一人のをすごく大事にするこのね愛情と熱意がね、嬉しいです。こういうとこだよ。英語喋れるの？喋れないけどフィーリングで英語好きなんですよ。ちょっと待って、うん、え字幕はどうしてんの？自分で、変換して変換して、でも変換間違ってたりするんで、それも考えてはやるんですけど、だって私もね、アメリカ人になりたかったからね、ほんと英語好きなんですよ。いやいや、もう言ってることがもう全然わかんないよ。ほんとアメリカ人になりたくて、その23歳の時に1週間ね、ニューヨークに行ったんですけど、うん、その時も英語は全くなんですけど、フィーリングで友達になった人とかは結構いて、今でも繋がってたりして、なんかその時にね、出会ったね、あの男の子とね、このコロナ禍の時に一回連絡やり取りしてて、うん、ちょっとその時は何とも思ってなかったけど、ちょっと恋が芽生えそうになりました。あら、で I want you とか言われちゃったりして。わかりやすいもんね、 I want you はね。 I want you ってね、一応なんか分かってるけど、調べたらただやりたいだけみたいな、なんかネットで出てきたんで、ちょっと I want you ってあんまりそのなんか本当に好きな人に言う言葉じゃないみたいです。すごいな。でもそのなんかそういう感覚でいける感じ、うちのオーナーとちょっと似てるかもしれないな、この明るさと。こういうのってすごい大事だと思うんだよ。なんとかなるって言ってたら本当なんとかなると思うし、うん、あの何の根拠も感じないけど。そう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 、やれちゃう気がするな。そう、あとねやっぱりね、自分の中でこの何年に勝負しようとかそういうことを決めるのに、やっぱねゲッターさんの占いとか参考にしてたりするの。ねえねえ、さっきから占いに結構作用されてない？そう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 、でもちゃんと大丈夫、意思はあるから、あのそこには意思があるけど参考にはしてるっていう。ああ、そう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 、ゲッターさんの占いとかもそうだし、なんか全体的な信じてる占いで、私はね2020年と2021年、22年がよくって、なんとゲッターズさんにはね、占ってもらってるんだけど、本当に。その時に、2022年なら売れる可能性があるって言われてて、じゃあもう勝負かけんなら、ここのね、どこかしかないなって思ってたってのもあって。そんでこんな詰め込んでんのか。それはありますわ。うん。で、2020年に売れてないんだから、もうじゃあ2022年しか ないじゃないかって、もう焦る気持ちをね、ほとばしってます。これだってもう2022年に売れないと、そうだ ね次言われてないんでね。
また聞きに行かなきゃいけないもんね。とりあえず今最終の2022年に照準合わせてるんだ。爆売れしたらどうする？何したいの？爆売れしたら、あ、でもね、私もね、本当に思ってることがあってね、ワンちゃんがすごい好きなんですよ。ワンちゃん。犬？犬。犬でね、やっぱ保健所ってね、そのなんか7日間しか命が保てなかったりするワンちゃん、うん、私はホームページを見るたびに、あと何日でこう殺処分みたいな、うん、あれめっちゃ苦しくって、やっぱなんかワンちゃん救いたい。めっちゃ金持ちになったら、だって自分のこと以外のそのワンちゃんのこと助けられるから、ワンちゃん助けたいです。なんか音楽としての夢ってもちろん目標ってここにバンってあるけど、そこに行くのだけを見てるわけじゃなくて、すごい思っても見ない答えだった。え、嘘、うん、あ、ちょっと来たら嬉しい。あ、ちょっとオーナーとすごい似てるんですね。なんで本当ね、なんかしかも彼らは喋れないから、やっぱりこう辛いこととかも言えないし、あとだから虐待してるとかどうにかしたい。ね、ほんと助けたい。そのワンちゃん猫ちゃんもね、もちろんそうだけど、莫大な金を持ったらやっぱそこだなって思います。だって自分はいらないもん、そんなに。なんか音楽やってライブできて、それで生活できたら30あったら素晴らしすぎる。でも25万でも素晴らしいなって思うし、それでウェーって遊んで自由に暮らしたいってわけじゃ全然ないんだね。全然ないですよ、全然ない。なんか全くそこには羨ましくもなんともない。わあ、自分の心が真っ黒なことに気がついた今。嘘だ。今の時点ではさ、本当に叶えられないから、そのワンちゃんたちのことが。だからホームページを見るのも辛すぎるから見れないんだけれど、うんうん、早く越してワンちゃんにたどり着きたいのはめちゃめちゃあります。歌ができそうだね、ワンちゃんの。そう、本当になんか歌結構さ強い強い歌はすごい多い。あるよね。メッセージソングが結構多いんですよ、私。ね。そう。なんか、その何、ルーツみたいなのはあるの？ポップロックをやってるんだけど、ジャンルとしては。うん、でも、ロックンロールが基礎にあるなっていうのはすごい思ってて、うん、なんだろう、自分の育った環境で言うと、作詞を始めたって思ってるきっかけは、パパとママが離婚した時に、なんかすごい悲しくって、でも、なんか誰に言えるわけでもなく、7歳の時に書いたノートに、悲しみをきっかけに書いてるから。あとは小学校5年生4年生ぐらいまでね、いじめられてる時があって、なんかそういう辛い思いとかしたこととかって、やっぱ逆に歌になってるっていうのはありますね。そんななんかひどいのではない。ずっと鬼ごっこの鬼、ずっとみんながタッチで鬼にするみたいなのとか、そういうぐらいのだけど、うん、なんか いじめられてるなっていうのは分かるぐらい、いじめられてたなみたいなのがあります。ね、優しいから全部受け入れる子だったんだね、きっと。なんかね、小4からパーマかけて、小5からギャルになったら、そっからはなんかいじめってあんまなくなったんだけど。どうしたその2年なんか、ね、どうしたの？ギャルになりたくって、うん、小5からエッグっていう雑誌あったじゃないですか。を読んで、うん、ギャルになってからはね、なんかないんだけど、なんか多分そういう辛いのとかも歌になるし、あとパパとママの離婚もやっぱその時は悲しかったし、悲しみはルーツにありますね。そこから私はでもやっぱりなんか間違ってるような人が正しいように言うのとかなんだろうって思ったりするから、うん、そういうのとか腹立つこととか結構歌にするっていうの多いです。お風呂場にあった長い髪
おい、この髪の毛誰のだよ、嘘つき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 。テーマ曲書くやつあるじゃん、はい、あれちゃんとさ売っていこうよ。 あれね、でも応援企画なんですよね。ほらいい子だね。だお店を応援したいからお金なんていただけないって言ってるんでしょ。だってコロナ禍で大変なお店を応援する企画だからお金はいただけないなっていう、うん、なんかねやっぱそれでね、あのお店やってるあの芸能のその経団主ステージの先輩が私に、うん、いや誰しもいい考えを思いついた、そのあなたのお店の CM ソング作りますの企画でうちの店紹介してくれたら、借金のその何百万でも貸すよって言ってくれたの先輩が。あのなんか先輩は私のことを気遣ってそういう企画があって、貸すっていうことがこうウィンウィンでできるように言ってくれたんだけど、なんか私もなんかそれは申し訳ないなと思いすぎちゃって、いや本当にあのどこにも借りれなくなって足りなくなったら貸してくださいって言って、でもあなたのお店の CM ソング企画は行くんでって言ったんです。庄司丸の歌を作ってって言ったらどれぐらいでできるの？ あなたのお店の CM ソングでやってるような企画で言うと、うんうん、その日のロケの
2時間とかの間、ロケと曲作りを終わらせなきゃいけないんで、30分見てもらうぐらいですね。めっちゃ早いじゃん。オファーさせてもらっていいんですか？もちろんです。あなたのお店の CM ソング企画でいいですか？それで来させてもらっても。はい。あ、それも伊達下さんがじゃあ、はい、逆に今度カメラ持って、そうです、そうです。来てくれてって。そうです、そうです。やります、やります。やらせてください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。今度、スナック下、伊達下やらない、うん、お願いします。楽しそう。いやいや、あなたがスナックにいたらとっても盛り上がる気がずっとしてるんだよ、私は。お願いします。私ね、結構そういうね、水商売とかすごい好きなんです。そういう企画の、うんうん。だからそういう歌もあるし、実際、中野のスナックで働いてたことがあって、実際ね、向いてます。向いてるんです。人気だったでしょ。そうですね。ねえ、人気だよね。ありがたいですね。みんなね、慕ってはくれましたね。私の中ですごい、その肥後さん、精進丸さんの気持ちがめちゃめちゃ嬉しいんで、その毎月なんかライブに呼んでいただけるとか、そういう、なんかそういう生きた、お互いがやっぱりハッピーになれるような方向性だと素晴らしくいいんじゃないでしょうか。ね、精進丸さんのことが好きでね、見てくださってる方、そうそう、で誰しもの応援の方もいるんで、その2つが合わさって精進丸にお越しいただいた時のハッピー感ですごいじゃないですか。そうだね、そう、素晴らしいと思います。じゃあもうライブもしっかり、はい、いつかスナックにも来てくださいよ。お願いします。お願いします。でたまにもしかしてバイトにいるかもしれない。そうです。その時は気安く声かけてもらったら。そうですね、はい、パッと CD も出てくるし、はい、っていう感じで精進丸と、いいお付き合いさせてください。お願いいたします。この後は下館夏樹ライブをご覧ください。どうぞどうぞ。空飛ぶラブソングだって Wi-Fi ハイなスピードで終わらせない、止まらない、二人の I love you love。
弱